甚六屋さんで初めて私たちがコンサートを見た人がね、さだまさしさんにとってもよく似た感じの方でね、その人のライブを見てね、やっぱりとっても面白かったんですよね、その人がまた。で、あ、これがライブコンサートというものなのね、と思いましてね、やっぱり感銘をとても受けまして、それで、その方のね、曲をちょっと拝借してしまおうっていう感じで、私たちが初めてライブコンサートした時、その方の曲をやらせていただいたんですけれどもね、私たちがやるといまいちなんか様にならなくてね、それ一回だけでやめてしまったんですけど、とっても素晴らしい名曲なのでね、今日は久しぶりに、やってみたいと思います。踏切の歌。やっぱりね、私たちがやるとね。